島に来てから数日間、僕はみだらな夢を見るようになった。しかも相手はここで出会った女性ばかりだ。疲労かな。いろいろあったしな。音信不通であった父の死、そして腹違いの妹の存在。手紙にはそう書いてあった。僕は家族のことが知りたくなりここに来た。早すぎたかな。こんにちは。何かお探しですか？人と待ち合わせをしていまして。そうですか。この島にはあまり人が来ないもので、つい。お気遣いありがとうございます。綺麗な人だ。久我雅也さんですね。あ、はい。遠いところをお呼び立てして失礼いたしました。あ、いや、あなたが僕に手紙を。はい、宮倉吉野でございます。初対面にもかかわらず、アスカは僕を兄として迎えてくれた。父がこの島の当主であり唯一の医者であったことを教えてもらった。そして僕に全てを引き継いでほしいという遺言を残していた。一体僕はどうすれば。この変態。え、変態。ちょっと落ち着いてよ。ジロジロ見ていただろ、このスケベ。誤解だよ。絵になるような波乗りに見とれていたんだ。どうだか。早く体を拭かないと風邪ひくよ。このくらい平気だよ。ダメだよ、体は大事にしないと。医者みたいなこと言うなよ。医者だから見過ごせないよ。分かったよ。それじゃ体を大事にね。変なやつ。ジロジロ見るな。ちゃんと見ないと診察できないよ。すぐに帰るつもりだった。だけど僕はここに残ることにした。家を継ぎたいわけではない。多くの人たちが僕を必要だと言ってくれた。それが純粋に心を動かした。おにいさま。次はアスカか。お兄様。お背中流しますね。なんで。吉野さんが兄弟は一緒に入るものだと。楽しいですね、兄弟でお風呂って。そうかい。お兄様のことを話す時のお父様の顔、とっても嬉しそうでした。だからきっと素敵な人だろうなって思っていた通りでした。お兄様の背中独り占めしたいです。花嫁。はい、久我家の血を絶やさぬこと、これが当主としての最初のお務めです。そんな急には。僕はともかく相手の気持ちもありますし、
この島のすべての女性にとって名誉なことは、当主の花嫁になることと、その子を宿すことです。すべての女性？私をお望みですか？いや、冗談ですよ。花嫁は僕にとって大事な人となる。軽々しく選べやしない。考えるのはやめよう。今はこの夢に身を委ねたい。今夜は吉野さんか。いいえ、もっとふさわしい方が。あ、合わすか。そばにいられれば幸せだって思ってました。でもそれだけじゃ我慢できません。アスカと僕は。これは夢です。そんなことはお気になさらずに、望みを叶えてあげてください。なら吉野さんともしたい。いえ、私は。吉野さん、お兄様の望むままにしましょう。